皆さんこんにちは、いくよママです。皆さんお元気ですか？私はこのようにめちゃくちゃ元気です。はい、ということで今日は皆さんに重大なお知らせがございます。はい、なんといくよママ来月53歳のお誕生日を迎えます。続行中でございます。はい、でね、心も体も、今の私が一番絶好調という感じでございます。はい、で来月なんですけども、毎年恒例のバースデーイベントを長野の方でやらせていただきます。はい、4月の20日の土曜日です。皆さん開けといてはい、でですね、重大発表というのが、このいくよママチャンネルを応援してくださってる皆様、先着20名様をこのイベントにご招待させていただきます。イベントはですね、私の歌あり、プロのバンドが入ります。すごくないですか？プロのバンド、フルバンド、私いくよママボーカルだけが素人でございます。大丈夫かな、大丈夫かしら。はい、でですね、もちろんセクシーなダンスも披露いたします。53歳ね、になってもいくよママ頑張ってるよねっていうのがきっとご覧になった方には伝わるかなと思います。そしてなんと今回のスペシャルゲストは神田聖子さんです。あの松田聖子さんのモノマネをする神田聖子さん呼んでます。もう聖子ちゃん一色っていう感じでね、行きたいと思います。はい、まあね、あのイベントはやっぱり大変なんですけども、なんていうのかな、まあたまにはね、こうちょっとストレスのあるイベントとかお仕事を入れることで、やっぱ非常にこう緊張感も出るので、私にはすごく大切な、ことかなと思ってます。うん、なので、今年もねやらせていただきます。で、一つですね、問題があります。はい、くよママが53歳のバースデーイベントをやるということで、4月の20日の土曜日は長野のホテルが満席もしくは高くなっております。嘘です。はい、あの翌日がね、長野マラソンみたいで、ホテルがもう全然空いてないんですよ。うん、なので、あの東京からね、あの方面からいらっしゃる方は、もうあの東京から長野ってね、1時間半なんですよ、新幹線で。結構近いんですよね。で、新幹線で来ていただいて、イベントが夜の9時には終わりますので、はい、10時のね、あの最終新幹線で帰ることが可能です。はい、あとはちょっとね、あのママとイベントの後も少しね、遊びたいな、お話ししたいななんていうね、ファンの方は松本の宿泊をおすすめします。先ほど調べたら、まだ松本はホテルも空いてるし、安いホテルもいっぱいありました。はい、なので、あの松本に泊まれることもおすすめします。松本はね、最終電車がね、11時近いのがありますので、うん、結構遊べるかなと思います。はい、あとは4月の20日、もういくよママのバースデーイベントね、もう遅くまでね、一緒に過ごしてくれるなんていうね、お客様たちはぜひ寝袋を持っていらしてください。寝袋、はい、私のお店リッツの方に、はい、泊まっていただけたらいいかなと思います。歩いて1分ほどのところに温泉もございますので、はい、リッツで寝袋で寝ていただいて、翌日温泉に行くなんていうのもね、いいかなと思います。はい、そんな感じで4月の20日ぜひ私のパワーを一人でも多くの方にお伝えできたら嬉しいなと思います。はい、元気になりたかったら元気な人と一緒にいること、もうこれが本当に大切だと思います。皆さんに
私のパワーをお届けします。4月の20日、ぜひ楽しみにしていてください。いくよママでした。